セレッソはスペイン語で桜を指す言葉で、桜は大阪の鹿でもあります。チームカラーもそれに合わせてピンクです。川又健吾、さあスタジアムのテンションが上がります。宮崎智彦、山口穂太、ヤンドンヒョン、さあスローインでの再開です。ボールを運びゴールに襲いかかります。宮崎智彦、松浦拓也、山田裕樹、桜内渚、川又健吾、シュートはミスになりました。得意の足とは逆の足で行ったのが影響しましたね。これは見事に奪いました。高木俊之、危険な位置です。緊張感が増してきます。パスを2人で交換します。サイドに展開されましたがここでカット。宮崎智彦、松浦拓也、山田裕樹、いい形でゴール前まで持ってきました。桜内渚、川ここはセーフティーファースト、タッチに逃げました。松浦拓也、桜内渚、これは来た。このシュートは大きく枠の外、丁寧に狙ったようですが逆に力が入ったかもしれませんね。山口穂太、さあスタジアムのテンションが上がります。ヤンドンヒョン、まあ、これは狙います。ゴール、見事なシュートが決まりました。ここはうまく試合をリードしましたね。キーパーも反応しましたが無駄でしたね。ゴール右にしっかりと決まりました。別の角度からご覧ください。松浦拓也、山田裕樹、大井健太郎、川又健吾、ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを奪い返しました。無理にキープしようとはしません。ここはクリアしました。危険な位置です。緊張感が増してきます。山口穂太、山田裕樹、中村俊輔、
桜内渚。ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受け手と出し手のタイミングがずれてしまいましたね。杉本健雄。ヒールでつないだ。山口蛍。いい形でゴール前まで持ってきました。ヤンドンヒョン。杉本、このパスは読んでいました。山田裕樹。下がってボールに触ろうとします。さあスタジアムのテンションが上がります。このカットは大きい。しっかりと奪いました。松浦拓也。ボールを運びゴールに襲いかかります。キム・ジンヒョン。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半戦の開始です。桜内渚。松浦拓也。ちょっと危険な位置です。緊張感が増してきます。ここで打つ。ゴールキーパーが楽にセーブしました。水沼コーター。山口ホタル。杉本健雄。ここで攻守が入れ替わります。松浦拓也。宮崎智彦。いい形でゴール前まで持ってきました。PK が指示されています。 PK、 文句なしの PK です。そしてイエローカードが提示されます。ちょっと軽率なプレーでしたね。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。と思いますが、しっかりペナルティを決めました。落ち着いて蹴りました。キーパーの動きをよく見ていましたね。こちらのカメラからの映像です。
杉本健雄。清武博士。さあスタジアムのテンションが上がります。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。杉本健雄、山口ホタル、ボールを運びゴールに襲いかかります。山田裕樹、清武博士。ボールは再び足元へ戻されます。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはキーパーが簡単に抑えました。山田裕樹、川又健吾、ボールを中盤で奪いました。いい形でゴール前まで持ってきました。素晴らしいパス、カミンスキーが処理。水沼コーター、杉本、清武、どうなる、これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。ヤンドンヒョン、さあスタジアムのテンションが上がります。ヤンドンヒョン。山田裕樹、桜内なぎさ、ドローでよしと思うのか勝利を取りに行くのか、ベンチの選択が問われます。ヤンドンヒョン、ボールを運びゴールに襲いかかります。ニアにボールを入れた、キーパーが軽く抑えました。アダユトン、川又健吾、これが最後のチャンスかもしれません。チャンス、中村俊輔、このシュートは枠に飛びません。力が入ったかもしれませんね。惜しいチャンスでした。フレッシュな選手の投入です。清武博士、90分間戦いましたが決着はつきませんでした。